ギオマール・ノヴァイスは、ブラジルのピアニスト。独創的なフレージングや温かな、澄んだ音色、歌い込まれた、旋律線、陰影に富んだ、精妙な作品解釈で名高く、20世紀の最も、偉大なピアニストの一人に数えられている。サンパウロ州サン・ジョアン・ラボア・ビスタの大家族に、末っ子として生まれ、アントニエッタ・ラジュミエラーとルイージ・キファレディに学ぶ。 その後1909年にパリ音楽院においてイシドール・フィリップに指示。同年パリ音楽院の外国人枠が2名しか空きがないところに志願者が387人も殺到した中での快挙であった。ノヴァエスはモーリッツ・モシコフスキーやガブリエル・フォーレ、クロード・ドビュッシーらという早々たる顔ぶれの試験官の見守る中でリストのパガニーニ練習曲やショパンの バラード第3番、シューマンの、シャニクサイを演奏し、首位で合格した。その後ドビュッシーは指針において、小さい、ブラジル人の少女が、壇上に現れ、聴衆や審査員のことを放念し、すっかり無我夢中でこの上なく美しい演奏を行ったことについて、簡単の念を漏らしている。ノバエスの演奏技巧や作品解釈は、 パリに留学する以前から培われてきたものかもしれない。ベートーベンの告別、そなたは、ノバエスが、イシドール・フィリップに初めて聴いてもらった楽曲の一つで、ある。フィリップは、第二楽章の演奏があまりに早すぎるので、今度はテンポを落として、繰り返すように言い聞かせた。ノバエスはしばらく考えて、細部に多少の変化をつけて演奏したものの、テンポはそっくり元のままだった。 こうしたやりとりが繰り返された末に、とうとうフィリップが折れた。後にフィリップは、あんな年だっていうのに、自分なりの考えというものを身につけていたんだからねと、10回したという。1910年の暮れまでに、ノヴァイスは熟練した演奏会ピアニストになっていた。ガブリエル・ピエルネの指揮するシャトレー管弦楽団と公式デビューを果たし、 ヘンリーウッド教の式で、イングランドにおいてだけでなく、イタリアやスイス、ドイツへの演奏旅行でも演奏した。第一次世界大戦が勃発すると帰国して、1915年にエオリアンホールにおいて、米国デビューを果たした。まだ19歳のことである。ニューヨークタイムズ神の評論家、リチャード・アルドリッチは、神にめでられたピアニストと名付け、 ボストングローブ紙のピッツサンボーンはピアノの若き春英と呼んだ。こうしてパンパスの女パデレフスキーザ・パディエフスカ・オブ・ザ・パンパスとの異名を頂戴しながらアメリカ国内で頻繁に中でもニューヨークで最も盛んに演奏を行った。演奏活動は1970年代まで取り組んでおり、最終公演は1972年ニューヨークのハンター大学においてであった。 1922年に土木技師にして作曲家のオクタビオ・ビントと結婚する。引退後の1979年にサンパウロにおいて聖居。旅するビルト・オーゾであった初期の経歴から非常に幅広いレパートリーを誇っていた。何を演奏するにせよ、旋律戦を丹念に歌い込み、無理のない自然体そのもので、高雅な姿勢で演奏に臨んだ。鍵盤に向かう態度の自然さも、 称賛の的となった。ノヴァエスは演奏中の力の抜けた感じや困難を感じさせない特徴からピアノが演奏家の腕や指に複合的な緊張をもたらす楽器であるということをほとんど感じさせないようなピアニストの一人であった。ノヴァエスの音色や繊細な調子は19世紀ロマン派の偉大なピアニストを連想させる。演奏技巧はしなやかで、 頑張りを必要としていない。いつの時期でもノバエスの演奏は、濃密な私的情緒と著しい女性らしさが、際立っていたと評されており、ハロルド・ショーンバーグは、著書、ピアノ音楽の巨匠たちにおいて、ノバエスが1950年代後半に、アンドレ・クリュイ・タンスの式で、シューマンのピアノ競争曲を演奏した時を、思い返して、ヨゼフ・ホフマンの演奏を著しく連想させた。 同じような柔軟さと音色の繊細さ、リズムの迷いのなさが認められたと評している。同じ曲を二度とは同じように弾かないこともホフマンに似ていた。演奏ごとに作品の視点をやや変えてみるのだ。その都度、新しい解釈は避けがたく、絶対に自然なものに思われた。ノヴァイスはベートーベニア・シューマン、ショパン、そしてこれらほどではないにせよ、ドビュッシーの作品の 生命で洞察に、飛んだ解釈で著名であった。今では希少で、入手指南な数々の録音を残しており、中でも、オットー・クレンペラー・シュキウィーン交響楽団との共演によるベートーベンのピアノ競争曲第4番の録音は、評論家からも、音楽関係者からも高い評価を受けている。1920年代には、ピアノロールへの記録だけでなく、RCA 社に、 たくさんの録音を行っているが、最も精力的に録音したのは1950年代にボックス社に在籍した時期である。この時期には、ショパンの競争曲第1番保短調や、ソナタ第2番、早々、ソナタ第3番の短調などの対策ばかりでなく、練習曲や即興曲、野草曲、コモリータといった小曲も録音している。さらに、グリーグの競奏曲など、 得意のピアノ競争曲も集約的に録音した。晩年の1960年代後半にはベートーベンのソナタやショパンの商品をヴァンガードクラシックスレーベルにステレオで録音した。因縁の告別、ソナタもここに収録されている。ありがとうございます。